はい、というわけでね、今日は徳島県に来てます。この道はですね、徳島のど真ん中ですね。愛媛県からこの鳴門に向かう際の県道ですね。昔はね、多分高速道路とかがなかった時とか、ここがね主要の道だったと思うんですよ。結構ねこの先にもなんかドライブインみたいなのがねあったりする中での、今日のこのコインスナック5章24って書いてます。でこの隣にはねゲームセンターがあるんですけど、これ24時までということで、残念ながらなんですけど、今日はこちらのコインスナックね行ってみようかなと思います。まずこちらから、これはトイレですか、トイレかな。こういう感じのトイレなんですね、これ簡易的な。ちょっとこの中は開けないですけど、トイレなんですね。昔からのトイレというわけなんですけども、ちょっとこの自販機コーナー行ってみましょう。ちょっとね寒いですね、マイナス1度です今日。まあ寒い中なんですが、ここでねいろいろと昔懐かしいものがいろいろあるということなんですけども、すごいなこのドロコ、布軍手、故障中ですね。でガムの、自販機あります。で、まあ、普通のね自販機あって、コーラのね自販機あります。これも稼働してますね、稼働中でございます。でずらーっとね、自販機、最近の自販機が並んでるんですけども、うどんの自販機もありますね。故障中です、残念ながら。はい、でここにあのイートインスペースがあります。はい、うわーっとねあるんですけど、はい、これもねたまに見かけたりします。はい、でこれ売り切れですね。ってんのかな、あ、ありますねこれ、カレーのね自販機でございます。その横にあのよく見るこの、どれぐらいかな、1000円ぐらいでなんか景品が当たるというね、 YouTuber さんが結構やられたりするやつです。これずらーっとねいいですね、この雰囲気、昔ならではのこのね。で今日はねあの特にピックアップしたいのはこちらでございます。カレーライス、温かいうちに早めにお召し上がりくださいということです。じゃあね早速頼んでみましょう。ね売り切れのやつもありますね、おそらく多分ずっと売り切れなんでしょう、なんかこの感じ。ちょっとねこの中辛のやついきましょう。ちょっと出てくれるかな、ちょっと入れすぎました。こんな感じか、出てきました。あ、あったかい、あったかい、すごいあったかい、ちょっとこんな感じです。開けてみようかなと思います。なんかこんな感じです。これなんかどっかで見たことありますね。ちょっとあ、こんな感じ。あ、なるほど。で、これで
ちらね、あの日礼さんのカレーでございます。レストランの、よいしょ、じゃあちょっと入れていきます。上から、非常にねシンプルなんですけど、この自動販売機でカレー食べれるってなんかすごいなんかありがたい感じなんですけどねちょっといただこうかなと思います。もう時刻は午前1時です。もうこの辺のね、この辺コンビニとかあんまないし、やってるお店も少ないです。いただきます。あ、うまっ。すごいね、レトルト感あるんですけど、なんかうまいですね。なんか、うん、山の頂上で食べるなんかカレーみたいな、山の頂上で飲むコーヒーみたいなね、なんかそんな感動がちょっとあります。うん、うまっ。はい、というわけでね、ご視聴ありがとうございました。なかなかこの珍しいカレーの自販機ありましたね。まあその他にもね、いろんな自販機がねあるんですけども、まあこのうどんの自販機もね壊れちゃってちょっと残念ですね。250円、めちゃめちゃ安いんですけどね、まあおそらくずっと動いてないのかな、これは。はい、という感じで今日はお届けしました。いやー、寒いです、ね。まあ、本当にいろんな自販機があるんですけども、動いてるやつもあれば、動いてないものもあるということですね。いやー、まあ、こんな感じです。というわけでね、また、興味ある方はぜひ行ってみてください。ありがとうございました。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さん、ご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏版スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。